何もついてない生音。ナッチリバブ取り付けた音。こんにちは、まこと岡崎です。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、最近よく耳にするこちらのナッチリバブというものをですね、提供していただいたので試していきたいと思います。で、このナッチリバブって何かというとですね、ギターの生音にリバーブを足せる機材になります。機材といってもですね、電源の必要もなくてですね、アンプに取り付ける必要もない。で、こちらをギターの内側にですね、取り付けるだけで、生音にですね、リバーブが足せるというものになります。で、リバーブっていうのは何かというとですね、お風呂に入った時に、声が響く感じですね。お風呂で歌ったりする人もいると思うんですけど、響く感じか、カラオケのマイクでエコーとかを調節すると思うんですけど、そういう残響のことをリバーブというんですけど、そのリバーブの感じをですね、生音のギターに足せることができるものになります。実際にこの取り付けた音をですね、聞いてもらうのが一番早いんですけど、この取り付け方もですね、簡単で、取り付け工事とかも必要なく、内側にですね、サウンドホールから入れてマグネットで挟んで止める感じになるみたいですね。僕ちょっとまだやってないんですけど、簡単らしいので、その動画もですね、撮ってみたいと思います。これ持ってると見た感じすごい重たそうに見えるかもしれないんですけど、こちらのアコギ用のナッチリバーブはですね、 90g ととても軽いですね。なので、ギターが重くなったりということはなさそうですね。で、取り付けていくんですけど、サウンドホールから中に入れて、内側にこのように取り付ける感じですね。倍速でやっていきます。弦をもうこの開くぐらいですね、だるんだるに緩めてですね、ここからナチュリバブを入れます。はい、入れます。で、今ナチュリバブはこの辺に入ってるんですけど、これを外側からですね、止めますね。こんな感じで止めます。これで取り付け完了ですね。で、取り付けて弾くとリバーブがかかった状態になるということですね。で、ナッチリバーブはウクレレ用とクラシックギター用ですね。これはまた別であってですね、今回はそちらも提供していただいたので、アコースティックギターとウクレレとクラシックギター、それぞれのですね、ナッチリバーブ取り付けた状態と取り付けてない状態をですね、交互に見ていってもらいたいと思います。何もついてない生音。ナッチリバーブ取り付けた音。Thank you.
すごくないですか。実際弾く前はですね、そんなにリバーブかかるのかなと思ってたんですけど、かなり違いが分かりますよね。弾いてても違いはかなり分かってたんですけど、動画で比べるとですね、違いが明らかですね。エフェクト効果をですね、動画に足してるかのような感じにしますけど、こちらは本当にですね、カメラのマイクで撮った生音になります。本当にエフェクターをつけて弾いているかのような状態で、ライブの時みたいな感じで弾くことができました。ナチリバーブ取り付けた状態で弾くとかなり気持ちいい感じになりますね。演奏を見て思った方もいるかもしれないんですけど、リバーブが効いてるとちょっとうまく聞こえる感じがしませんか。僕は自分がですね、ギター弾いてる時にリバーブない状態で弾くよりか、リバーブがあった状態で弾いた方が、変な言い方するとごまかせるというか、うまく聞こえるんですけど、リバーブがついた状態で弾くとですね、弾いてて楽しくなってくるので、練習の時とかもですね、取り付けた状態で練習していくと結構集中力も増すんじゃないかなと思います。ただウクレレやクラシックギターはピックアップがついてないのを持っている人が多いと思うんですけど、そういう人もですね、取り付け工事とかもなくですね、簡単にマグネットに取り付けてリバーブ効果を得れるので、1個持ってるととても役に立つかもしれないですね。この動画を見てくれた方はナチュリバーブのことを知ってて、どんな感じになるのか見てくれた方も多いとは思うんですけど、気になっている方はですね、1個持ってても損はないと思うので、ぜひ試してみてほしいなと思います。ナチュリバーブのリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひですね、そこから詳しく見てください。ウクレレの映像とかはですね、リバーブがかかりすぎてたんですけど、それも取り付ける位置によってリバーブの深さ、リバーブの長さというかですね、もうちょっとかかってない状態にできたりもするようです。今回僕は表側のこの裏側につけたんですけど、この下側ですね、こっち側につけてマグネットでこっちから止める、そういう風にするとリバーブのかかり具合も薄くなるので、自分の好みに合ったリバーブのかかり具合も調整できるようですので、ぜひですね、実物で試してみてほしいなと思います。で、自分はですね、ニッチな楽器の紹介とかを主にやってるんですけど、例えばカリンバとかにですね、ナチュリバーブをつけてみたりして、他にも動画を作ってみたりしたいと思います。なのでチャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。で、今回の動画でですね、感想や質問など意見などありましたらですね、ぜひコメント欄に書き込んでいってください。高評価の方もぜひよろしくお願いします。それではここまで見てくれてありがとうございました。